行くからな、今。迷ってなくていいぞ。俺はプレゼントしてあげねえぞ。よし、受け取れ。幸あれ。クリスマスが今年もということで、本日はクリスマスの動画になるんですけれども、鼻声なのは風邪ひいてるからです。まあ、ポケモンでね、クリスマスといえばデリバードをね、今日は、用意してまいりました。で、今ですね、クリスマスというか、クリスマスイブなんですけど、撮影の都合上、イブもね、日本だったら、クリスマスみたいなもんなんで、ちょっと今日ね、カジュアル対戦っていうね、ふざけたモードがあるんですけど、そんなのにね、24日に、潜っているクソトレーナーどもにね、制裁を加えていこうかなと、思ってます。もう、クリスマスイブにポケモンをするな。はい。で、本日使うパーティーなんですけど、ラプラス、ウィンディ、バンギラス、この辺は、使いません。はい。使いませんので、これはもうお飾り。だから、これやべえな、みたいな、思わせといて、ガチっぽいポケモン。技はちょっとガチじゃないんですけど、全然。やべえなと思わせておいて、もうメリクリからの、剣の前。よければ、加速分で素早さ上げて、受け取れで、もうプレゼントぶっ放していくっていうことになります。はい。で、ちょっとプレゼントの仕様がこちら。罠を仕掛けた箱を相手に渡して攻撃する HP が回復してしまうこともあるっていうね、これ全然強くない技なんですけど、クリスマスということでこちらの技使っていきたいんですが、威力40の、威力40の攻撃が 40% の確率で出ます。威力80の攻撃が 30% の確率、威力120の攻撃が 10% の確率で出ます。そして相手の HP 回復が 20% の確率で出るっていうね、ほんとふざけた技になってます。ほぼね、プレゼントしかね、使わないと思うんですけど、とりあえず HS で振ってあって、加速で抜いて、ドラパル君以外にはちょっとプレゼントぶち込めるのかなっていう。で、特性が張り切り。これで 1.5 倍。命中率は低くなる。そして持ち物ノーマルジュエルね。今作 1.5 倍なのかわかんないですけど、1.3 倍ぐらいか?わかんないけど、もともと 1.5 倍だったよね。BW 時代では。1.5 の、で、プレゼントがね、命中90なんでね、張り切りと合わせてね、めちゃくちゃね、当たる確率すら少ない。さらに、そこからギャンブルで相手の体力回復するかもしれないみたいな、やべえ技になってます。そして、これ前回の動画のね、アマガ君、チキン君なんですけど、全国の、鳥ですよね。全国の鳥がめちゃくちゃ食われる時期でございます。僕はチキンめちゃくちゃ嫌いなんで食べれないんですけど、それは関係なく、全国の鳥はね、めちゃくちゃ恨みを抱えているということなので、アーマーガーにとりあえずチキンっていう名前をつけて、相手に、あ、こいつはチキンという設定で出てきたんだってところを、すり込んだ上で、この恨みですよね。もうふざけやがってと、トレーナー食いやがってこの野郎っていうところで恨みを発動した相手を悪あがき状態にしていきましょう。それでは見ていきましょう。はい。で、ローズさんの曲ですね、クリスマスといえば。で、3匹、さっきの3匹3体しか、選出しませんので、はい、勝つとか負けるとかいうより、相手にプレゼントを渡したいっていう感じになる。だからさ、外国の人と当たってもしょうがないんだけど、とりあえず伝わってくれ。これランクマッチでやってたらもう大変なことになるからね。カジュアルでね、十分ですね。ただ、今回ニックネームが通じないので、どんな反応するか見ていきたい。ドラゴビッシュは、これ、これ無理だな。これバトンしても、エラ髪ワンパンなので、ちょっとチキンの恨みの方でいきましょうか。とりあえず守る様子見るけど、100スカーフエラガミだね。取れなかった。オツです。頼む、変なパーティーじゃないと俺プレゼントぶち込めないで終わるって、この動画。頼む、変なパーティーだぞ。
カジュアル対戦だからな。これ変なパーティーで、変なパーティーで来いよ。よしよし、日本人通じる。とりあえず確認。あ、かわいいかわいいパーティー。いけるいけるいける。お、いいですね。クリスマスですね。分かってますね。クリスマスおたわむれが始まりますよ、こっから。いいですね。行きましょう。ゴルゴン終わった。マジでマジで本当にマジで。ゴーストタイプ、何これさ、プレゼント配りたいこと分かってるってこと、どういうことなのこれは。意味が分からないんだけど、本当にこれさ、ダイマックスしてさ、ゴルゴン飛ばす、あのレッドカードでさ、ゴルゴン帰るんだよね多分。で H 振ってればさすがに耐えるでしょ。いやでも守るか、とりあえずサニーゴーンだろ。サニーゴーン何してくんだろうね、これ。いろんなことできるはず。ただ耐久するんだったら意味なくて、そんなに。レイビーか。じゃあこれ、クリスマス、じゃあチキンの恨みモードで行きましょう。まあサニーゴーンごときだったら多分チキンの恨みに巻き込むことできると思うんで、ちょっと次身代わりにするわ。泥棒使わないし身代わりにするわ、完全に。霊地下水か。まあ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 、地下水の PP が15ぐらいじゃなかったっけ。あ、10だ10だ。削れる。4削って今2削ったから6削った。今これで6。地下水封じ込んで、レビーか。レビーも多分拡散じゃね。うわ超過程。振ってないか、これ C 振ってないんじゃないか。さすがに145あるんですよ、ゴルゴン。レビーも削っていく。削る削る。で次読まれます。次多分恨み読まれるんで引いてくると思うんですよ。オッケーオッケーオッケーさっきシャドボーだよな。シャドボー打てよって感じ。シャドボー、これ次ね読むっしょ。あれ居座る。恐ろしさに気づいてないということか。すべてのシャドーボール、シャドーボールの PP が15あんの。マジでマジでそれやばいって。まだ居座ろう、まだ居座るっす。シャドーボーが1234の88削りか今。いや、てか、ん？いや、地下水とかあるよな。あ、これ引く感じかな？引かない。チキンの恨みが発動していく。二度と食うんじゃねえぞ、フライドチキンは。で、多分耐えると思うな、これ。あの、鉄火に引いても耐えるんじゃない？てか、これ切れたべ。ピーピー。計算ミスった。で、レービーが1234。あっちでもうレイビーも切れるよね。恨めお前たちを、お前たちの仲間を食ったものを恨み続けろ。で PP 切れるとね分かるんだ、これ1だから。これ切れたね。シャドーボー、シャドーボーもこれ切れるよね。居座っちゃダメなんだよ、このチキンに。ダメよ、こいつらは何回も食べられてきた恨みを抱えてるんだから。椅子割ると、はい、シャドウを切れました。はい、つついてみるつついてみよっか。もうプレッシャーあるしね、うん、割と入る。あ、脱出ボタンか、なるほどね。影踏みとか出てこなければ。サナサナか。てか引いて積むのがあれだったか。いやでも地下水が怖すぎるけど、そうでもないのか。でこれ倒されていいんじゃねえのか。もう恨み伝わったべ、チキンの。これあの役割はあのチキンの恨みが伝わってればいいの。あ、早え。そうか、
忘れてた。てか、いいや、次いいよ。耐えちゃダメ耐えちゃダメ。おぉ、耐えんの、マジ初心者みたいなことやってるけど。羽か、ここで特防がいて、特防がマジでいて、下がったのが。あ、金縛り、恨みに対して恨みを覚えたな、お前。別にええけど、取り口を2発ぶち込めればそれでいいので。え、でもさ、残した方がいいくない？これ、これ残した方がいいわ。引くわ、なんか残した方がいい気がしたわ。よし、メリクリさよならごめん、お前は今回ちょっと役割持てなかった、俺のせいで。で、サナレショスカーフじゃないから100先手取れます。で、威力120の相手 B 低いんですよ、確か、サナナイト。なんで威力120のプレゼント、ノーマルジュエル張り切りをぶち込めればワンパンで沈むんじゃないか。いや、そんなこともないだろうというね、まあ、僕の意見でございます。まあ、ダイマックスした方がいいですこれ。ちなみに100、今絶対ダイマックスした方がいいんですけど、どうしよう。一回ダイマックスしてサーナイトを葬り去ってからサニゴーンにプレゼントぶつけられないか。ここでプレゼントか、動画的にここでプレゼントをぶち込むべきか。やはり行こう、外すなよ。よし、いけ120。なんだそれ、ゴミやんけ。いけ120。なんだそれ、ゴミやんけ受け取ったな、プレゼント。俺の思い伝わったか、ありがとうな。プレゼント伝わったんじゃないか。でも威力何だったのかさっぱりわかんねえわ低い威力、あれ40か。でもでも40でこのこれってこと。じゃあ120出しても絶対倒せないじゃん。じゃあ8巻きつくねそれ。今後の展開が、あの不一致のね10万ボルトが最近ギャラのせいで飛んでくるので、まあ、やっぱ D 振った方がいいんじゃねみたいなね。そんな感じのチキンです。これさ、アメリカ、あ、こ、ま、あ、いや負けてねえ。一生ビルドアップし続ければいいんだ。さあ恨みを乗せて今解き放て、力など吸い取られないように、工場に送り出されないように。地下水終わった。え？あとは直接攻撃しなきゃいいから、3体目のために積みだ。これラストのために積みます。ラスト特殊でも一応両受けだから、こう悪あきで勝手に死んでもらって。オッケーオッケー。ついにチキンの恨みが悪あがきに消化しました。ビルド何回積んだ。まあでも攻撃一回下げられてるから。いやこれはでも仕方ないことだ。倒れてくれ。オッケー。ラストだぞ。これ普通にさ、分かったわ。ラスト倒せるから別に出す必要ないみたいな。そういうこと。田中。誰？アフロ？あ、コロンビアです。さすがに急所が入らなければワンパンですね。まあ炎のパンチとかないでしょ。二度とチキン食うなよ。寝てる場合じゃないからな。よし、レアル、レアルさん、プレゼントよろしくお願いします。受け取れ、資金の恨みを乗せろ。まあこれ100負けです。まあ100負けですけど、まだ諦めてません。ただ100負けです。まあ、なぜかというとヒトムが無理です。エラガミマンどころかヒトムが無理です。
うん、なんかドリューズとかなんか血迷ったさ選出してくれれば勝てるわ。全部ドリューズみたいな、3体全部ドリューズだったら多分いけます。お疲れ様でした、ありがとうございます。でまずドラパルド抜き調整を多分ウノロゴンがしてるので、とりあえず先手守って、まあこれさちょっと考え方変えて、別にバトン必須ってわけじゃないんだったらさ、脱出させてもいいのかな、どうだろうね。これ剣前して待って、アイアント出てきたらマジやばいけどね、アイアント出てきたらマジやばいけど、まあ、これ先手取ったので、エラ神が、威力が半分落ちます。でエラ神で脱出します、これが大事で、こう有利対面の時にデリバード出さないときつい。はい、ありがとうございました。やめて頼む。あっ、まあまあこれはね、もう結局ダイマックスされてぶっ放されるんで、うん、見せたいもの見せたんで退場しましょう。もう1時間プレゼント配ってんな俺。うん、何試合これがさオンエアされてんのか分かんない、2試合ぐらいじゃね。なんかさっきザシアンをね、ザシアンを悪あがきさせたっすね。さっきザシアンにチキンの恨み乗せてあげましたわ。うん、だからそろそろさ、そのメリクリーって出てきてさ、控えにさデリバードがいるわけじゃないですか。そしたらプレゼント配りたいんだなって、そのなんかね分かってさ、一緒に動画を作り上げていってほしい。ああはい、もつ鍋さんよろしくということで、日本人だ、日本人。ああワクワクしてきたぞ。メリクリ受け取れチキン。さあこれから何をされるか分かっていない顔ですけれども、え、ワイトボート、戻れ、右が積むよな、積むよなこいつ、奪っとこう、なんか積む気がする。読みだ、読み大事だ。5つ目奪った、あ、オッケーオッケー、オッケーではないけどオッケー、オッケーではないね。どちらかというとオッケーではないのだが、まあ、一応加速バトンはまだできるので恨んでいこう。まあなんかチキン同士だけどね。ただ鉄壁、相手の編成が、相手の技構成が鉄壁にボディプレイだった場合、降参します。無理なので。さあプレッシャー放っていくよ、チキンだよ。うん、鉄壁なんだよね、鉄壁なんだな俺がな。鉄壁動作だってさ PP えぐいほどあるべ。無理だな。もうちょい様子見、恨んどけ。恨ませてもくれない。いいじゃん、ふざけてんだからさこっち。恨ませてよ。あ、プレゼント渡して帰ろう。オッケー、恨んで。ネタ完封されたんだけど。よし、プレゼント。いいよ。プレゼント受け取ってくれ。鉄壁なんかしてる場合じゃないぞ、お前。あげるからな、今から。お前ら、お前。注意しろ。今行くからな、プレゼントが。行くからな、今。迷ってなくていいぞ。俺プレゼントしてあげねえぞ。よし、受け取れ。幸あれ、ね、挑発すなって。あ、でもこの人さ、
乗ってくれてる気がするな。挑発って技でなんかうざく見えるけど、こいつ乗ってくれてない？まだ渡せる。何個渡せるかやろうぜ。いや、きっとこの人は乗ってくれてる。あ、回復だ。嬉しいでしょ。よかったね、アマーが。やめろ。やめろ。なんでだよ。なんでだよ。いいじゃん、挑発しててよ。絶対君が勝つ。絶対君が勝つ。俺が保証する。もう詐欺師じゃない、君が勝つ。君が勝つから俺はプレゼントを渡させてくれ。いいぞ。サンプレ入りました。やんでたよ。いいじゃん、渡してくれても。あと4個ぐらい。じゃあ最後メリークリッツってね、さよならしましょう。ありがとう。泥棒するのやばくない？クリスマスの企画で泥棒してんのやばいよ。モザメさんありがとう。取れ高。はいはい、ということでね、デリバードくんにね頑張ってもらいました。まあどちらかというと、チキンの方が俺がやっぱ恨みがね、強いですね。人を幸せにしようっていう心よりやっぱ恨みっていうものの方が強いのかもしれませんね。まあただ、まあ恨みは何も生まないぞって、まあ、この前会社の専務に言われたばっかなんですけど、やっぱ専務ちょっと恨みの方がやっぱ強いかもしんないですね。ということでございました。皆さんね、ケーキでも食べてください。今日ね、あ、可愛いですね。普通にデリバード可愛いね。はい、じゃあなんだろうね、メリークリスマス。ご視聴ありがとうございました。